福島新一は大阪府出身の自転車プロサイクルロードレース選手である。弟の福島康二も元サイクルロードレースのプロ選手であり、福島兄として知られる。新州大学在学中に自転車競技部に所属して競技を始め、卒業後の1994年、オランダイ自転車留学。1996年、チームブリジストンアンカー入団。 2002年にはフランスで活動。同年6月から12月までベルギーのマルラックス、ビルでシャーラロイ TT2 に所属。帰国後の2003年、全日本選手権、ロードレースで優勝。2004年にはツアーオブジャパンで日本人選手初の総合優勝を飾る。2005年にはタイのツアーオブサイアム総合優勝。2006年はチーム版サイクリング結成に参加。 2007年、新体制となったエキップアサダのキャプテンとして活躍。2月マレーシアで行われたアジアで最上級に位置づけられるステージレースツールドランカウイでステージ優勝を果たす。2008年ツアーオブジャパンミのステージで優勝。フランスでのチームの活躍においてもキャプテンとして支えた。2011年マレーシアのトレンガーのサイクリングチームに移籍。 同チームのキャプテンとして、チームのアジアチームランキング3位に貢献。2010年は、エキップアサダの活動休止に伴い、韓国のクムサン人選アジアに移籍した。2011年3月、ツールド、台湾の第5ステージで逃げ切り勝利。2013年、チームニッ歩に移籍。近年は、ロードレース競技の底辺拡大を目指し、選手として指導者として、 新州飯田を中心に指導活動にも力を注いでいる。日本国内におけるロードレース競技の底辺の薄さを危惧したこういう活動は行政等の後押しも集め注目されている。自らチーム代表として弟工二と共にボンシャンス飯田の運営、指導も手掛けている。2013年10月7日、自らのブログにおいて 2013年のシーズンをもって引退することを発表。2014年、海外スポーツ指導者研修制度でラポムマル声優に監督の研修に行く。2016年、プロコンチネンタルチームニッポビーニファンティーニの監督就任2019年、独立してアジアサイクリングアカデミーを発足。アジアのパワーを集結してツールド・フランスへをスローガンに、 アジアの若手の育成をフランスにて開始。ありがとうございます。